兵庫いい県民プレゼンツあいみょんの PM430 にゃ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 。この番組は兵庫県地域創生グループの提供でお送りします。キスナーの皆さんこんにちは、サウンドクルーのあいみょんです。キス FM 神戸開局30周年のアニバーサリーマンスとなる今月10月の毎週火曜日、この時間は特別番組、兵庫いい県民プレゼンツ、あいみょんの PM430、おにゃ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 をお届けします。9月9日に私、サードフルアルバム、美味しいパスタがあると聞いてをリリースしました。そのキャンペーンでキスミュージックプレゼンターでメッセージや開局30周年企画アイミョンウィズキスにて藤原美咲さんとインタビューさせてもらったりしたんですが、みんな聞いてくれましたでしょうか。そのウィズキスの中でこのアイミョンの PM430 の1ヶ月復活を発表させてもらったんですが、あれからサブタイトルを練りに練って考えました。真面目なので決められなかったんですよね。決めきらんかったんです。なので、早速、発表します。あいみょんの PM430、秘密のレシピ。かわいいですね。さすがやと思いました、自分で。いやー、うん。いいと思います。秘密のレシピというタイトルになったきっかけは、まあまあ美味しいパスタがあると聞いてということなんで、なんかこう料理と言いますかキッチン絡みが良かったので秘密レピにしました。略して秘密レピ。他には候補ありましたよね。他の候補、ダカちゃんが結構もう何やそれって言われた気がする。じゃあちょっと調べよう。なんかねひどいのあったよ。そんなひどくなかった。ね、言っていいですか？あいみょんの PM430、秘密のみょんこちゃん。意味わからへん。全然意味わからん。で、でも2個目ですぐ秘密のレシピになってるわ。そんなに、うん、候補あげてなかったんや。秘密のみょんこちゃんって、あ、私が秘密のみょんこちゃんとあげたら、中ちゃんが、はい、採用って送ってる。はい、採用って。この中ちゃんのはい採用グッドマークの時は採用じゃないってことやから。で、まあ考えた結果秘密のレシピになりました。まあそのレシピというタイトル通り、まあ私は結構ご飯作るの好きなんですけど、最近作ったのはね、今朝おじや作りました。あのだしだっていうね、知ってます？だしだ、あの、私もめっちゃ使ってるんですけど、まあ、牛だしの粉な、そう、韓国のね、あのだしだ入れて、卵を溶いたら、もうめっちゃ美味しいおじやできるから、だしだはね、最強ですね。はい。さあ、サブタイトルを発表したので、改めて、兵庫いい県民プレゼンツ、あいみょんの PM430、秘密のレシピ。この番組では私、あいみょんの本音をぶっちゃけつつ、キスナーの皆さんからの相談事や悩み事にも本気でぶつかっていきます。間違えちゃった。本音でぶつかっていきます。ということで、久しぶりの PM430。前回は PM700 ですね。と題して、兵庫県の話をたくさん、お話ししました。ちなみに PM430 は2017年1月から3月の3ヶ月間オンエアしていた15分番組です。もう3年前なんや。早いね。その後2017年9月26日にあいみょんの PM430 1日限りの復活編を、やりました。そして2018年12月25日クリスマスの日にあいみょんの PM430 メリー紅白おめでとうバー。これね、私記憶にないんですよ、あんまり。ほんまにな、やったっけ？紅白おめでとうのやつ？やったかな？祝われたのに。をやって。そして今回が3度目の復活です。それでは早速いただいたメッセージを紹介していきたいと思います。ですね。
大阪府岸和田市にお住まいのキスネーム小さなこうちゃんからのメッセージです。ニョロニョロにはポップリンが入るのかな。ニョロニョロっていうのは多分さっきのその私のあいみょんの PM430 ニョロニョロ秘密のレシピが入ってたところにポップリンが入るのかなって予想してくれてたわけですね。残念ながらポップリンじゃなかったですね。知らない方に説明するんですけど、ポップリンっていうのは今私が飼ってるメダカちゃんの名前で、すべて全員合わせてポップリンなんですよ。一匹一匹名前はつけてなくて全員合わせてポップリンって呼んでます。元気にね泳いでますね。ポップリン、ポップリンじゃなかった、残念。次、兵庫県伊丹市にお住まいのキスネームカホヤンメッセージを見たいと思います。あいみょん兵庫にお帰りなさい。めちゃくちゃハッピーウルトラハッピーです。私無古城に通う大学3年生です。おー、無古城。あいみょんがほんまに大好きで兵庫で生まれ育ってることを誇りに思ってるよ。サブタイトルは兵庫エイムのみんなただいまがいいです。美味しいパスタがあると聞いて毎日聞いてるよ。黄昏にバカ話をしたあの日を思い出す時が一番好きです。余裕のない人生まだまだ燃やしていきたいと思います。ずっと応援しています。大好き。いつかいつかまた必ず会えますように。サイン欲しい。おー、熱いメッセージですね。大学3年生無古城の無古城の大学3年生とか憧れたな。無古城通ってみたかったな。これサイン欲しいって言ってるけど、このメッセージ読まれたからプレゼントのステッカーに混ざってるのね。サイン入りの。やっと、あ、エントリーになるわけね。じゃあ当たるかもしれへんってことね。おー、そっか。でもサブタイトルみんなめっちゃ考えてくれたんですね。兵庫エイムのみんなただいまがいいです。私が考えた秘密のレシピ。全然違う。申し訳なくなってくるなんか。嬉しいですね。こう地元の年下のね、女の子二十歳ですよね。うちの弟と同い年か。こうやって思ってもらえるのは地元民としてはすごい嬉しいですね。兵庫県民としてはすごい嬉しいなと思います。次のメッセージですね。徳島県にお住まいのキスネームタンポポさん、メッセージが原点を忘れないぞと言ってる感じの歌詞がとても好きです。あ、黄昏にバカ話をしたあの日を思い出す時をね。タイトルがもう長い長い。黄昏にバカ話をしたあの日を思い出す。そうですね。まあ、この楽曲は、まあ、原点を忘れないぞと言いますか。まあ、あまりこう周りに流されず、時には流されるけど流されず、過ぎず、そういう意味で言うとなんかこう意思表示のような一曲にはなってるので、その原点を忘れないぞっていうのはある種合っているなっていう感じはありますね。まあ、その原点を忘れないで言うとよく言われるんですけど、やっぱ私は兵庫県西宮の出身であることを忘れてるわけではなくて、やけどどうしてもこう東京にもう5年おるんでね。まあ、最近いなくなりましたけどね。東京に染まったんやなとか、アホみたいなこと言ってくる人。うん。おもんないこと言ってくる人いなくなりましたけどね。あんま聞かなくないですか？最近なんか染まったなーっていう言葉。死語になったんかな？言わへんだけなんかな？なんか、あんまり言われへんくなったかな？もちろんやっぱりこっちで目上の方とお話ししてると、まあ、関西弁が出なかったりするんですよ。うん。で、それに関しては別になんか、関西弁で絶対喋らなあかんのに、となってないし、やっぱ、その時と場合で使い分けてるから、バイリンガルみたいな感じよね。ちょっと、方言のバイリンガルって感じ。そう。でもね、私の原点は兵庫県の西宮っていうことは、忘れてないですからね。うん。それはなんか覚えてほしいな、覚えててほしいなとは思ってます。じゃあお次のメッセージですね。大阪府高槻市にお住まいのキスネームただやまさんからのメッセージです。初回放送の10月6日20歳の誕生日ですと。おお、おめでとうって言ってほしい。あ、これ美咲さんがやってるおめでとうのコーナーですか？
これはもしかしてキッスミュージックプレゼンターで DJ をやっている藤原美咲さんがやってるコーナーじゃないですか。そっか、今日ですね、ただやまさん、19歳、今19歳でメッセージいただいてる時は19歳で、20歳に、若いよ、おめでとう。20歳か、私も20歳ね、兵庫県で20歳を迎え、成人式行きましたよ、西宮、あそこ体育館のところ、会場は名前忘れた、なんか高須の方のなんか体育館で行って、なんか私振袖お母さんね頑張って買ってくれたんですよ。あ、っていうのもうち6人兄弟で上3人がその女の子なんですね。お姉ちゃん私妹やから、もうなレンタルするよりも買った方が安いと、振袖は。だからお姉ちゃんが成人式の時にもう思い切って振袖を買ったんです。めちゃめちゃシンプルのね、赤色のやつ買って、それをもう先祖代々着ていけばいいと、まあ姪っ子とかもめっちゃおるからで着ていけばいいってなって、それ着ましたね、振袖。でも私かたくなに振袖のモコモコが嫌いで、絶対モコモコつけへんからなって言って、ずっあのつけなかった。うん、え？あれショールっていうの？モコモコ？モコモコのこと？そう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 。あれみんなつけたけど、なんか私ほんまに、なんかみんなと同じが嫌やみたいな、もうたまにおるやん、そういう子。そういう子やったんですよ。学年に一人おる、みんなと同じ嫌やみたいな子で、もう一切振り袖の写真一切モコモコついてない。うん。で、髪の毛も母ちゃんのこだわりで日本髪。に、言って、朝早起きして言って、朝にお花屋さん行って、聖火ぶっ刺して、はぁって、胡蝶蘭、ちっちゃいなんか胡蝶蘭みたいなやつ、チャリで買いに行って、プスプスプスって刺したなぁ。まあ、以上です。私の思い出。うん。私、なんか、あれがあったんですよ。同窓会みたいな。あるじゃないですか、二十歳になったら。なんか中学校の同窓会行って、その時にね、中1の時に持ってくれた担任の先生に、なよ、もう歌やってんのかって言われて、そうそうやってるって言ったら、お前、そんなこともできたんやな、みたいなこと言われて、めっちゃムカついて、頑張ろうって思った。うん。二十歳っていろんなことがあるよ、これからきっとね。うん。いいですね。もう一回二十歳やりたいですけど。はい。お次の。メッセージです。長野県松本市にお住まいのキスネームコロンボさん、久しぶりに書きます。仕事で長野県に住んでいるのですが、この番組をきっかけにラジコに入りました。久しぶりに地元のラジオを聞くと、物心ついた時から聞いていた放送局なので、小さい頃を思い出します。やっぱり故郷はいいですね。落ち着いたらまた神戸に帰りたいです。リクエスト曲はドラマでも使われていた裸の心にします。この曲を聞くといわゆるムズキュンします。あいみょんさん、これからも頑張ってください。応援しています。嬉しいですね。22歳の、男の子かな？うん、男性の方。いやー、嬉しいですね。こう、まあ、泣く泣くこう仕事とかで地元を離れなあかん子が増える年代ですよね。22歳とかって。ねえ、嫌やったなー。私も離れんの。でもこうやってやっぱ東京で関西のラジオ局のね、ラジオ収録したりだったりとかも不思議ですけど、ありがたいですよね、なんかね。わかります。なんか、私も落ち着いたら帰りたいです。ねえ。帰って何しよっかな。甲子園行きたいな。ほんまに夏とかで甲子園球場の周りで高校球児がわちゃわちゃしてるの見るの好きやったんですよ。頑張れって全員に言ってた。ほんまに頑張ってほしくてね。目の前のララポートがすごい混むのよ。はい、たくさんメッセージありがとうございます。お送りしているのは9月9日にリリースされました私のサードフルアルバムですね。美味しいパスタがあると聞いてからシガレットでした。
サンドクルーあいみょんがお送りしてきた兵庫いい県民プレゼンツあいみょんの PM430 秘密のレシピ。さて私あいみょんの今後の予定なんですけども、いろいろとホームページの方に活動だったり、まあ、雑誌もそうですけどテレビもそうですけどいろいろアップしてはいるのでぜひ、随時チェックしていただけたらなと思います。では、最後にプレゼントのお知らせです。兵庫いい県民プレゼンツあいみょんの PM430 秘密のレシピオリジナルステッカーを、毎週5名の方にプレゼントします。私あいみょんのサインが入ったステッカーも数枚ありますのでぜひ狙ってご応募ください。プレゼントのご応募は KISSFM 神戸のホームページ kiss-fm.co.jp から番組名 KISS ミュージックプレゼンターの中にあるあいみょんの PM430 を選択して送ってください。なお当選者の発表は今日の KISS ミュージックプレゼンターのエンディングで行います。美咲さんよろしくお願いします。それではそろそろお別れの時間です。ではまた来週。サウンドクルーあいみょんでした。